さんこんにちは、助産師のしおりんるです。そして参議院議員の伊藤孝恵です。はい、ということで今回はなんとこのピンクの頭で参議院会館に入ってきてみました。超アウェイでした。いいね。違う？アウェイ？なんかやっぱりすごい見られますもん。すごいみたいな顔されて、ヨーヨーと軽自動車で入ってきてました。最高です。で今日はですね、なんと伊藤孝恵さんとコラボをしていただきまして、私がずっと聞きたかったことを今日はぶっちゃけトークで聞いていきたいと思っております。ぶっちゃけますよ。じゃあ私も、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日一番聞きたいことも初めに聞いちゃおうと思うんですけど、うん、ぶっちゃけ議員楽しいですか？すっごい聞きたかったんです。そうだな、正解ははい、楽しいです、うん、って言わなきゃいけないんだろうな。いやでもね、他にない仕事であることは確か、うん、だって今日ねこのピンクの頭を見ているね、はい、あの人たちがこの国の法律を作っている、うん、わけです。ここは唯一の立法府、うん、だからこんなことはたまらないとかこれおかしいって言った時に変えられる、うん、そういうこの生成工場ではあるわけだから、うん、そこで働いていることにやりがいや楽しさがないなんてことは言えないよ、うんうんうん、そうですよね。だけどの部分多いけどね。ちなみにじゃあ一番のやりがいを感じる瞬間っていつですか？自分のが動いたことで、うん、幸せな人が増えるって、うん、まあ、本当に私仕事してて、この法律があったからこの人が生きている、うん、この法律があったからこの人が笑えるっていう本を一つでも作れたら、うん、もう我が議員人生に悔いなしって思う、うん、これでもそうですよね。ダイレクトに皆さんの生活に影響を与える仕事だから、もちろんプレッシャーとか責任感とかめちゃくちゃあるんでしょうけど、それ以上の大きなやりがいがきっとあるんだろうなというふうには私も思うんですが、私あの最近 YouTube 始められてた方もめっちゃ見てるんですよ。すごい面白いと思って、あの議員宿舎ってこんなに築年数いってるんですかみたいなことを思いながら、なんかみんなガウン着てこうワインとかと思ってると思ってたら、なんかあれみたいな、普通の社宅だなみたいな、すごいこうびっくりしながら見てたりするんですけど、正直その高谷さんの YouTube を見てると、なんて大変そうなんだっていうのがやっぱり一番思うところで、そこすごい悩んでるの。なんて大変なんだって思うとやりたくないと思うでしょ、うんうん、だけどあの YouTube はあれを見て、なんだ普通じゃん、なんだ私にもできる、うん、っていうかお前でもできるんだねって思ってもらって、うん、で今日私ジョニーさんくどくけないらしいです、こちらのチャンネルでだけどそれでも今の現状をちゃんと素直に伝えることも大事、うん、だけどそれでハマれられちゃったらね、本末転倒だからすごい悩む、うんうん、難しいところですよね、きっと、まあ、でも本当に高井さんのチャンネル見てると、普通の私たちと変わらない生活をしてるお母さんが議員なんだっていうことに励まされる部分ももちろんありつつ、すごいリアルなスケジュールとか開示されてるじゃないですか。あ、何でしたっけ、金曜日に行って火曜日帰ってくるみたいな、近畿からい近畿からいとかもう何だそれとか思いながら、それを見てるとやっぱり鳥に人生を捧げないと、子育てとか家族のこととかは言い方悪いしちょっと二の次みたいになってしまって、議員であることに自分の時間を全て捧げないといけないのかなっていうのを見ると、いや正直私自分の人生のどこかに政治家をする時間があってもいいかもしれないって気持ちがあるんです。ちょっとあるんです。ちょっとあるんですよ。でももうプライベートとか全部差し置いてじゃないとやれない仕事なのかって思うと、いやーって正直思っちゃう部分があるんですよ。いや本当にね、そこに対して疑問に思うというか、こんなもので女性の政治家増やそうってね、偉い人たち言うの、なんだけどその人たちは候補を見つけてくること、それからその人を選挙で勝たせることにはものすごい情熱とお金を注いでくれる、だけどその後の両立環境や例え落選をするっていう、その後の人生、その人たちの家族、そんなものは何にも興味はないわけ。なんと困っちゃう、ね、何の興味もない。それで私は
ば塩レインさんに一緒にやろうよなんて私は言えないから、うん、だから変えてやると思っていて、うん、この議員会館のようねすごいんですよ。議員会館にジャングルジムありますからねこれあのクレーム1500件です。どういうクレームですか。やっぱりこの議員会館というのは我々の税金で賄われているんだから、うん、そこに自分を子供を入れるなんて公私混同だろう。子供がちょろちょろしていて議員の仕事できると思うのはなめんなよと、だけどうちの子待機児童だったから居場所が必要だったし、うん、そもそも子供がねこの神聖な場に入ることが許すまじみたいなこと言われるんだけど、でも子供たちの学ぶ場やクラス場のね法律を作っていく、なんか乖離してるでしょ生活と。いや本当にそう思いますよ。子供たちが安心して過ごせる場こそ、神聖な素敵な場所って私は思ってしまう。だから変えたい、すごく変えたいんだけど、今じゃあ707人いるこの中で、女性っていうのは、まあ、100人に満たない。衆議院でも1割、参議院でも2割っていう中で、いくらこの声をね、だっておかしいって言ったって、1人で言ってるとやっぱ愚痴なんですよね。でも2人で言うと意見になるんです。で3人で言うと日差しになるし、大勢で言うとうねりになるから、これがおかしいということ、これを変えるということに力を貸してほしいと、仲間になってほしい、おかしいって一緒に言ってっていう思いがあの YouTube に込められていて、なるほど。あれをやっていて正直先輩とかはみんな笑ってるというか、家族との時間を持つことが悪って、みんな思ってる感じしない政治家が。まあでも確かになんかその夜遅くまでこう仕事をするのがかっこいいみたいな、そうそうそう、プライベートとかね、本当に方向ですよね本当に。でも本当思いませんか、そのメッシュ方向をする、もちろん税金から頑張れよと言って選挙でね送ってもらって、そのお金で自分たちの生活が成り立っているのはあるけども、それは何のためにじゃあ仕事をするか、私たちの暮らし、私たちの当たり前感覚、私たちの子供のために何かをするためにじゃあ24時間戦ってくれっていうと、生活と政策乖離します。だってそういう働き方しかやっぱり感じたことがなかったら、自分が保育園にダッシュする時の気持ちとか子供が熱を出した時に仕事に行かなきゃいけない気持ちとか、そういう思いをしたことがある人に考えてほしいってやっぱり思っちゃいますし、政治家こそ健康であれって思っちゃいますけどね。いやー、シワリンさんそうやって思ってくれる、めっちゃ思いますよ。よく寝てよく食べて冴えた頭で物考えてくださいって思っちゃう私本当に政治家がね幸せそうにしてると、もっと苦しめとか、もっと不幸でみたいなのいっぱい SNS でもらうけど、いや違うと思うんですよ、自分が幸せじゃないと日本中の世界中の幸せを願えないから、政治家が幸せだと私ホッとするんですよ。大事ですよ本当に。よく寝てくださいって皆さんに私は思ってしまうけれど、おかしいと思ったことを言っていき、そして変えるために仲間がいるんですよ、すごい目力私は政治家の日常をそのまま見せる、その上で一緒にやってくれるっていう人を探している中で、なんでその人生の中の一パーツを政治家でもいいってやっぱかっこいいなとは思います。かっこいい、あちょっと高江さんとか性教育の大切さをこうやって発信している中でお話ししましょうって言ってくださる議員さん何人かいらっしゃって、いろんな方と女性議員の方とみんな仲間ですすると本当に先頭に立ってこのヘルジャパンをね自分たちが立ち上がって仲間を増やして変えるんだってやってらっしゃる姿はやっぱりかっこいいなって思うし、すごく励まされるなって思うんですよ。どれだけ声を上げても無駄なんじゃないかって心が折れそうになったりする中でも、そうやって変える変えるって声を上げてる女性議員の姿にやっぱり励まされるから、いつか自分がそういう立場で皆さんを元気づける立場になる日が来てもいいのかもしれないみたいな気持ちにはなります。多分その変えようって言っているのはオンの姿で、多分そのオフみたいなのもあって、オフの時がないっていうのが今までの政治家、オンの姿をそのずっと見せ続けるのが美徳であるみたいな、だから子育てしないことを自慢にする、夜も会食が全部半年先まで埋まってることを誇るみたいな人たちの集団の中に、いや私は子育てもしますと、妊活もします、子供たちとの休日にはプールも行きますっていうことが政治家の中でも糾弾される、有権者にも糾弾されていたら、もう子育てしている介護をしている政治家は
いない感覚は経験からしか生まれないのに、うん、その経験を有意している人がいなくなるっていう危機感がすごくある、うん、そういう思いがあるから作れる法律が絶対あるじゃないですか、うんうん、そういう経験の中からやっぱ困りごとが見えてくると思うのにやっぱり思うし、去年のね、あの11月にシオリーヌさんに超党派ママパパ議員連盟という議員連盟に来ていただいて、うん、シオリーヌさんをねぜひ呼んでほしいっていう議員からの要望だったんですよ、うん、嬉しいですよ。それ動画にしたんですけどめちゃくちゃ反響ありましたよ。本当もう国会議員ってこういう仕事してるんだっていうコメントがめちゃくちゃ来てました。視聴者さん若い世代の方が多いので、うん、議員さんって国会で寝てるイメージしかなかったけど、こうやってちゃんと話聞いて変えようって頑張ってる仕事なんだっていうコメントめっちゃありました。私どうしてもシオリーヌさんに話聞きたかったのは、うん、私たちは性教育の大切さを伝えなきゃいけないのに、国会の中では議論すらされない、うん、黙殺される、うん、ネタ化を起こすなと言われ、うん、タブーみたいな風になっちゃってる、うん、だけど大切なこと、子育てしてるからなおさら、うん、誰のことも傷つけてほしくないし、傷つけられてもほしくないから、うん、だけどどうやって国会内で伝えたら、うん、そして外に向かって伝えたらいいかわからない、現に伝わってないじゃないかって中で、うんうん、伝えてる人いるもんっていう。そういう部分でやっぱりすごく議員も刺激を受けていた。YouTube の中のシオリーヌさんも素敵だけど、うん、カメラ回ってない時のシオリーヌさんもっと素敵だから、ね、本当ですか、うん、だから絶対口説くぞって意気込まれているし、だけどやっぱりなんかそういざじゃあね、うん、出るってなった時に、うん、じゃあどういう風なフォローの体制が、うん、何党でお金がこんなにいってとかって、うん、いっぱいあるでしょ、うん、不安なこと。無理ゲーすぎませんって思ってたんですよ。だってすでにやっぱ何らかのこう後ろ盾がある人がガンガン当選していくってやっぱりイメージがありますし、うん、高橋さん自身は自分がこう出るぞってなった時にどうやってこう勝ち筋というか作っていくんですか。育児休業中の日本で初めての出馬だったので、育休中に出てたんですか。育休中にジョリーヌさんがもしね、うん、選挙に出るときはそんな思いはさせないよ。いやー本当この現状をとにかく変えるって言ってくださってるじゃないですか、うん、でも実際無理かもなーと思うことないですか。My choice.